はい、どうも、EKさんです。農家です。EGS 2022お疲れ様でした。実は今ですね、この今僕らが映してるカメラのとある検証をしておりまして、テルさんに買い物してくださいとも出てってもらって、その今のうちにバーって準備して、まあ、現在に至るということです。はい。勝手に配信しております。バレたら即終了です。テルさん多分もうそろ戻ってくるかな。ちょっと電話かけますわ。はい。もしもし。あ、もしもし。今どこら辺ですか？ホテル着いたよ。あ、マジですか？わかりました。はーい。はい。もうホテル着いてる。ちょっと位置つこうぜ。はい、位置つこうぜ。疲れたね、TGS ですね。楽しかったですね。あ、おかえり。おかえり、ありがとうございます。あ、おかえり。おかえり、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おいよ。いや、足が痛え、マジで。やばいんだけど、マジで。そんなにか。あ、結構痛えな。やばい、マジ、靴とかマジで。これやばってかさ、いや、私、隣の人がさ、外まで声めっちゃ漏れてんだけど。マジで。エレベーターが出るじゃん。で、エレベーターがこっくるじゃん。で、こう曲がってくるじゃん。このエレベーターから出て、こっから聞こえてんだ。マジで。いい加減にしてくれと思って。また雨してる。あ、また降ってきてんすか。そう、もうマジで。明日帰れん可能性あるよ、台風直撃して、これ。やばいよね。うん。帰れなかったでももう一泊。俺、もう別のホテルがいい。やだ。ベッド硬すぎて寝れんのよ。あ、そう言ってたもんね。ベッド硬くないの？俺はなんかそんな感じない。うん、俺も感じないかな。普段床でいいんじゃない？歩きすぎた。本当に。それ言ってえわ。あんま見ないで恥ずかしい。見せてみる。帰れ。帰れ。嫌だ、嫌ですよ。なんで嫌だって。なんで嫌だって。いいじゃないですか、こうやって会話したらね。したらお前らの部屋取る必要なかったよ。寝るときは別よ。もうだるいってマジで。帰ってくれ、もう。なんでそうやってすぐ俺のこと帰らせるんですか。だからホテルが別に取ってあるからね、部屋が。部屋が別にあるからね。無駄じゃん、ずっと俺の部屋にいたら。いやいや、どうせ俺ら帰ったらすぐ女の子連れ込むじゃん。俺が。あのさ、疲れ切ってるんよ、俺。もう。連れてくるわけないやん、いやいやいや。どうだろうな。どうだろうな。すぐ連れ込むよな。連れ込まないで。それか、じゃあもうキャバクラ行くんでしょ。行かねえわ。あのね、昨日も朝6時まで飲んでんだよ。まあまあ、そうですね。で、仮眠だけして、あの、現場行って、喉枯れたまま、先生、こんなボロボロなのに、から、って聞こえた。若すぎるでしょ。痛いよ、そいつマジで。くっさ。池さんの靴？いや、テルさんですよ、やばい。やばい、俺の靴そんな臭いわけないやろ。いやいやいや、結構、結構っすよ。いや、俺の靴がそんな臭いわけない。池さんでしょ。いや、俺じゃないっすよ。帰りなさいよ。え、怖っ。いや、やばい、テルさんでしょ。いや、テルさんでしょ。手のむせてた。ああ。右足の方が臭い。違う、全然匂いの質が違う。え、なんだこれ、なんかどっちも臭いのに、左はなんかもう臭いって感じ、なんか靴っぽい。で、こっちはマジで吐きそう。え、なんでなんで、え、なんで目つぶって、どっちが右足かって当てれる。そのレベルでちゃんと匂い違う。いや、マジ。マジマジ、当てれるから、やるやろうって。俺目つぶるから。いや、マジっすか。当たったら帰って。もう分かりました。当たったら買ったら、いや、分かりました。当たったらね。はい。やっときました。いいよ。え、持ちたくね。あんまそういうこと言うなよ。はい、じゃあ行きますよ。いいよ。右、右。すげえ当たってる。この臭さは右。僕行きますよ。あ、いいよ。右、右。でしょ？マジっすか？マジで。じゃあちょっと、もう一回行きます。もう一回。いや、もう何回やんすよ。もう一回行きます。吐くぞ、しまいよ。吐く。あ、俺の利用じゃない。俺の利用じゃない。お前ふざけんな、マジで。何してんの、お前、本当に。はぁ、やば、お前、くっさ。マジ、え、お前、やばいっすか。うっした、くせに。くせない、くせに。くせに、くせに、くせに、したでしょ。マジで、くさ、なにそれ。どうする、こ
これ溶けるどうするでもマジであのファブリーズとかしてあ、そうそう、あの消臭のうん、やった方がいいマジで、うん、一晩、一夜干し消臭一夜干し帰ってくれもう帰ってくれ嫌ですワイワイ楽しいじゃないですかねえ、昨日もおとついもワイワイ楽しんだよいや、まあまあまあ、まあ、朝6時までワイワイしてたよしてましたね聞かれてるの今日でしょ靴みたいな匂いいやいや靴の匂いテルさんに言われてるの同じ匂いじゃんいや違う違う全然違うじゃん同じ匂い全然違う同じ匂いお前家嗅いだ俺のいや嗅いでないです嗅いでこっちの右足のあ、ちょっと左しか嗅いでないいや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 こっちはあの臭いけど、うん、まあまあ臭い匂いだなってぐらいだからおえとかはそんなならんガーって嗅がんとあ、まあまあまあ俺まあ臭い臭い臭いですよこっち、こっちエグいマジで、こっちいや、なんでもいや、ちょ、これはちょ、これはお前もやったんやこれで、これでちょっと消しようやいや、わかりました、許してくれますねいや、それは許すよわかりましたこれでお前子だからガッ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 帰れ帰れやばっ、ね、やばっやばくない右足右足そんな臭くないのそんななんかスンスン右足スンスンいやあのなんつうの急にパンダの名前みたいなスン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 左足の名前なんて言うんでしょうはいスンスン名前勝手につけてもらって右足おえおえとスンスンとおえおえ帰ってマジで俺も寝たいってマジでねえ疲れたって今何時よ12時半だってマジで12時半だって何が残ってんの仕事そもそもん何が残ってんのいや、まあ、結構まだ残ってんすよ残ってないですよまだ結構はいまだ結構残ってんすよ配信しとるやんけお前うわもうほんとに肝マジで肝マジでてってれーてってれーじゃねえってマジでてってれーべー何してんのマジでなんで実はですねあちらのカメラ何あのカメラ何あのカメラ何あれあちらのカメラの案件です俺過労死しちゃうよ、ね、何本動画撮んの3日間で何本撮るけど俺過労死しちゃうよほんとにいや、イカれてるってマジで手癖手癖死んじゃうって本当にね俺代表なのにロッキー駆け込んじゃうよそろそろね助けてくださいっつって何なのあのカメラあのカメラはちょっと今生放送中なんでちょっと言えないです後日動画で説明するんで今はちょっと言えないですじゃあもう生放送切れいや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 はいどうもこんにちは、俊介のリーダーてるちゃんです。今回はこちら、インスタ360リンク、こちらのウェブカメラをレビューしていきたいと思います。前回のね、あのドッキリ配信の時にね、前回っていうか、あの、4日5日前なんですけど、4日5日前にね、あの、こちらを使ってあれ、ドッキリされたんですけど、こちら、あの、帰ってきてから3日間ぐらい使ったんで、もう完璧にレビューします。あの、びっくりした、俺使ってみて。すげえじゃん、これ。すごいっすよね。すげえじゃん、ほんとに。あの後すぐレビューしたかったんですよ、僕は。なんですけど、あの、どうしても池さんが、あの、眠い、今日は嫌だって言うから、仕方なく、あの、後日になったんですけど。テルさんでしょ嘘をつくな。いやいや、おかしいって、おかしい。嘘をつくな。いや、そこカットしねえから。もう嘘はやめろいやいや、俺悪いです。すいませんね、なんかね、こんな嘘つきマネージャーで。いやいや、おかしい。はい、というわけで、こちらのね、レビューしていきます。はい、まずはホームページの方を見ていきましょう。はい、こちらがインスタ360リンクのスペックとなっております。はい、今、全画面映ってると思うんですけど。はい、そしてこちらがトップページ。AI 駆動 4K ウェブカメラということでね、こちら 4K 対応してるんですよ。はい、そうです。この
AI 追跡AI 追跡えぐくないっすか。やばいえぐいんですよこれ本当に、うん、これ動くんですよこれあの今オフにしてますけど僕がこうスーって動いたらスッて追っかけてくるし後ろ側を回ってもスッて追っかけてくるんですよ。まあ見てください、このジェスチャーによる操作、ジェスチャー操作でそれオンオフとかもできるんですよ。でまあズームするのとかも全部ジェスチャーでできるんで、もうマウスいじる必要ないんですよえぐくないっすかこれ俺びっくりしちゃって、えぐーって。あのインスタ360といえばね、あの360度カメラが有名ですけど、はい、それこそ僕も360度カメラ持ってるんですよインスタ、うん、なんで安心してこの時点でもう買ってもいいかもしれないこの時点でまだレビューもあの始まったばっかりだよいやぐらい本当に押しますこれは。はい、であの多彩なモードって書いてあるんですけど、こちらは下向きになってくれて、まあ、デスク手元を写してくれたりだとか、ホワイトボードに向かってあの勝手にズームしてくれたりとか、そういう機能がたくさんあるんでね、まあ、一個ずつ紹介していきたいと思います。はい、こちらがインスタ360リンクのコントローラーとなっております。ソフトウェアですね、こちらの方でいろいろ操作設定とかもできるんですけど、まずですね対象化してる時にもこれねコントローラーが出せるんですよ。あ、ここですね、はい、ここでコントローラーって これ見えますかね、これ下にこうコントローラー出てるんですけど、これ出せるんですけど、例えばその OBS とかあの配信ですね、配信する人とかがこう OBS とかを表示しながらこうやってコントローラーを表示しておくことができるんで、はい、あの先ほど言ったジェスチャー操作以外でもね、あのプリセットいろいろ用意しておいて、そういうその画角にパッて変えたりとか全部できるんで、マジ便利いや便利で、今 OBS ですけど、あの OBS 以外にも会議用ツール、まあ、Zoom だとか Teams だとか Google Meet とか、そういろんなの対応してるんだったら、たゆちゃんこの辺出しますこの辺出します、いろんなのに対応してるんでね、それこそ手元映したりとかした時にあの書類とか見せたりとかもすることができるんで、配信者向きでももちろんある、ゲーマー向きでもあるけど、仕事用でも全然使える、はい、会議とかで使ったらかなりいいんじゃないこれ。いや、かなりいいと思う、うん、っていうコントローラーモードがございまして、でまあここで細かい設定もできます。そして詳細設定に行くと、こうやってジェスチャーのどういうあれにするかみたいなのも選べますし、うん、まあ、ちらつき防止とか、追跡スピードとか今普通になってますね、はい、でフォーカス、あ、フォーカス見せよ、フォーカス、あ、すごかったよ、えぐいでこれフォーカスあのオートフォーカスのその自動でピントが合う速度いきますよ、でん、やばくないですかこれ、でん、やばくないですかこれ、めっちゃ早い1秒かかったんですよこれ、えぐくないですか、もう一回いきますよ、でん、えぐくないですかこれ、いやすごいよねえぐいんですよこれでまあ HDR にも対応しています。で HDR は現在は 4K モードでは使えません。はい、まあそのチャップデートとかで対応するのかな、これはわかんないですけど今フル HD なんでちょっとせっかくなんで 4K にしますね。 4K、はい、4K にするとね、あ、ちょっとあの俺の肌ボロボロなのが割れちゃうわこれ空気移しちゃうから大丈夫池さん、歯磨いたはい、というわけでこちら 4K です。 4K の場合は HDR が切れています。逆にフル HD にして、はい、フル HD の方はね60fps まで対応しているんで、まあ普通に配信とかする場合ゲーマーとかは全然これで問題ないと思います。で HDR オンにしますね。はい、これ今 HDR オンです。まあで HDR って何ぞやって人のために、まあ簡単に説明すると、明るい暗いの幅が広がったんですよ。 SDR だったんですよ、もともと SDR、はい、SDR っつって暗い明るいの範囲だから、本当は肉眼では見えるぐらいの暗さも真っ黒に塗りつぶされちゃってたんですよ、カメラ越しだと。あ、はいはい、それが今はその幅が広がったんですよ。なんで今までは黒つぶれしていたところが黒つぶれせずに見えるっていう、あ、なるほど、そういう違いがあるんですよ。なんで HDR は基本オンでも全然問題ないです。よりあの肉眼に近い感じで見えるようになります、うん、HDR をオンにすると。じゃあ早速あの追従機能使いますかすごいですよ、僕の顔認識していくんです、いきますよ、はい、パッ、はい、これで今僕の顔追従になりました。えぐくないですかこれ、ほらすごいよね、えぐいですよ、うん、これだ、立ち上がりますよ、うん、よいしょって立ち上がったら、ほらいや、すごいよね。これ今追従スピードあの普通にしてるんで、まあゆっくり追従していく感じで、あのまあ普通にカメラみたいな感じで追従していくんですけど、早くしたらもっとピピピピって動くんで、えぐくないですか。いや、えぐいわ、完全に裏側見えちゃってないカメラ見えてもしかもですよ、しかもこれこの状態でズームしてほしい時こうするじゃないですか、これ L 作るんですよ指で、はい、でズーム、おー、ズームしてた、できてます、できてます、すげえよなこれで、ズームアウトしますよ、はい、ズームアウト、アウトしてってる、もうすごくないですかこれ、やばい、これえぐくないですかこれ戻ります、はい、あ、で追従していくね、してほしくない時もう一回こうする、そうすると追従しないです、ほらこんな感じで、はい、追従しなくなるっていう、はい、じゃあ戻しますね、 OK、 はい、よいしょ、えぐないえぐないこれえぐくないですかこれ、えぐいね、これ、えぐいんですよこれ、うん、まあ、ここで止めよう、はい、これで画角固定ですよ、えぐないこれえぐいよねこれね、えぐいぐのえぐなんですよでしかもホワイトボードのやつやりましょう、はい、ちょ持ってくださいホワイトボード、はい、ではこちらのホワイトボードをご覧くださいってこう、まあ、説明していく時とかあるじゃないですか、そんな時に
ピース。これびっくりしますよ。ほら、勝手にズームしますよ。勝手にズームしますよ、これ。はい、というわけで、ここが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。みたいな感じで、ホワイトボードに、勝手にこうやってズームしてくれるっていう機能があって、で、ホワイトボードも白飛びとかしないように、ちゃんと明るさとかも調整してくれるっていう機能がついているんです。ついているんです。はい。えぐないっすか？いや、えぐいわ。ピース一つで今やったんですよ、僕。えぐ、このカメラ。やばいよな。これもらえんの？もらえます。ありがとうございます。360度カメラ僕買ってますから、はい、ありがとうございます。他にはですね、デスクビューモードっていうのをこうポチッと押すと、まあ、こうやって下側がデスクが映るって、今ちょっとモニターが斜めになってるんで、ちょっと今斜めに映っちゃってますけど、はい、こういったモードもございます。で、オーバーヘッドモードっていうのがあって、オーバーヘッドモードはアームがなんか別途必要なんですよね。そうですね、はい、で、今ちょっとアームないんで手で持ってやりますけど、こうやって手に持ってる状態でオーバーヘッドモードをカチッってやると、ほら、完全に真下、90度下に向くんですね、これで、こう90度下に向いてる状態でこう動かしても、こう分かりますかね、ほらほら、ちゃんとずっと下を見てくれるっていう、これがオーバーヘッドモード、うん、デスクトップモードとオーバーヘッドモードが補正してくれるんでしたっけ、歪みを。そうです。こう斜めにしたら、まあ広角なんで斜めにしたらこの歪むじゃないですか。これホームページ見せた方が早いな。これちょっとうまくできないんでホームページ見せます。ちょっとすいません、ちょっとできるだけ自分でやりたかったんですけどね。はい、というわけでこうホームページに来たんですけど、これです。これ見てください、これ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 ほらこれえぐない、これ、いや、これえぐいんですよ、これほら、普通は歪むんですよ、こうやって。それをこうやって補正してくれるっていう、これがデスクビューモードです。はい、で、オーバーヘッドモード、オーバーヘッドモードはもうこのままね、アームで下に下げて、で、こうやって歪みが少ないですよね、もちろんこう下に向けてるんで、はい、みたいなモードです。はい、はい、で、あとさっきのホワイトボードモードも こんな感じこんな感じになるんですよ、本来は。これ今ちょっとちっちゃかったんであれだったんですけど、こんな感じになります。で、そしてさっきピント合うの早いって言ったじゃないですか、これトゥルーフォーカスっていう名前なんですよ。まあ見てください、これ従来のウェブカメラとこの360リンクの違い、めちゃめちゃ早いんですよ、これ。これがエグい、本当に。あ、で、これHDR オンオフの違いですね。こっち見た方が分かりやすいわ。分かりやすいわ。で、どのような光にも完璧に対応ということで、暗い部屋でもいけるよってことですね。うん、まあ、HDR 対応してるんで、ちょっとじゃあ電気消しましょうか、一回。はい、じゃあ電気消しますね。はい。暗いけど、ちゃんと映ってるっていう。そんな変わらないね、すごいよね、これ。本当だったら、だってもっと真っ暗になっちゃうから、暗いところでもちゃんと映るよっていう。しばらく使わなかったら、離席とかしたり、プライバシーモードって言って、カメラがスンって下向くんですよ。はい。変なもん映んないよ。自己防止。どうですか、VTuber の皆様。どうですか、配信者の皆様。彼氏バレ、彼女バレとか、しづらくなりますよ。しづらくなる。はい。360を使うと。買った方がいいんじゃないですか、これは。あと、まあ、3D モデル、VTuber とか 3D モデルって、まあ、って動いたりとかするやんか。それこそこれの追従してたら、動いてもちゃんとずっと追従してくれるから良かったりとかするかもね。あとこちら見てください、これポートレートモードって言って、こう縦になってこうスマホみたいなやつになって、でしかも追従するから、これはですよ、いや、これすごい、 TikTok とかに最適する、これ超最適だわ。まあスマホ用のその配信サイトとかもいっぱいあるんで、そういうのでも全然最適です。音って横に動いてもいいもんな。そうそう、これはもうこれ見てもらった方がいい、俺らがやるよか、やるよかみたいな感じでね、ポートレートモードというのもついております。これとかも多分見てもらった方が早いよね、これ。まあ AI 追跡してて、はい、AI 追跡してて、はい、ちゃんと動いても、まあ、追従していますで、で拡大もできるって、かっこいいもん、これできるってカメラマン裏にいるやん、絶対こんなで、ホワイトボードにもこうやって追従してくれて、ホワイトボードをこうやって拡大してくれるっていう、こっちの方が分かりやすい。ホームページが一番分かりやすい。あ、ありましたよ、プライバシーの動きの、これです、これ見てもらったら分かります。はい、スン自己防止です、これ。はい、あとこれです、インテリジェントノイズキャンセリングって言って、ノイズキャンセリング機能もついています。はい、クリアな音声をお届けすることが可能です。はい、というわけで今回インスタ360リンクのレビューでしたが、いかがでしたでしょうか。えぐないっすか、このカメラ。マジでウェブカメラ業界のカメラ1個頭飛び出ちゃってるんですよ、マジで。出てる1個どころじゃない、多分2個ぐらい飛び出ちゃってて、多分今後こういった機能のウェブカメラが標準になる。あ、なる、そうだね、なる。ジェスチャーとかこの AI 追従とか、なりと思います。で、僕は今回もらったんですけどね、多分これもらえなかったとしたら全然自分で買うレベルで気に入りました、本当に。追従がやっぱいいよね。追従いいよね、本当に。追従がマジでビビる。TikTok とかでさ、なんかこうやってねーって踊ってガーってやるとか、あれとか全然いいと思う。これ以外に何があんの、むしろ何やんの。一人でロック化する人が多分いっぱいいるから。いや、そうだよな。さっき言った通り、ゲーマーとか VTuber とかも全然いい。ゲーマーなんてバーって
やっててさ、普通に話してる時はこうなんだけど、ゲーマーってモニターに近づくんよ、うん、そうするとこっからしたら切れるんよ、はい、俺とか特に。だからそれをスッてやってくれると全部映るから、それもう全然ゲーマー向きだし、あとデバイス見せてくださいって言った時に普通にデスクビューモードスッてやったらスッてデバイス映るんで、そういうのもあるんで、はいじゃない？はい、というわけで僕はこのインスタ360リンクは、うん、まあ本当に買いだと思います。はい、ヒカキンズポイントあります？いや、ぐらい気になりました。相当だわ。はい、というわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。その他の詳細についてはね、概要欄のねリンクから飛んで、さらなる詳細とか自分の目でね、いろいろ確かめてみてください。はい、ご購入もそちらの方からよろしくお願いします。それじゃあまた見てね、バイ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 。インスタ360リンクをよろしくね。はい、なんかぶった。大丈夫、ギリギリ入ってない、俺の声。絶対入ってよね。俺らが聞こえてたから入ってないわけないよね。バッ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 バ笑ってない？いや、笑ってないっすよ。作戦というか、もう企画を変えましょう。ちょっとガレージまで来てほしいんですよね。もう見したいものあるんですよ。いやいやいや、嫌な予感するってね。いらんって、マジでな。